入ってみようか。カフェレストラン。まあ、これちょっと困る。どうぞ。なんかすごいとこあるんだね。入ってんだね、このビルは。意外とこの建物の中は人が少なくて穴場かもしれないですね。土佐料理屋さん、寝ぼけで食べていきましたけど、美味しかったね。カツオのたたき定食。1300円です。本当に美味しかったね、これ。すごい美味しい。これ初めて食べた、こんな美味しいカツオのたたき、マジで。40代以上の方が多いイメージかな。休日は狙い目かもしれないね。うん、逆にね、オフィス街だからかな。そうだね。気持ちいいぜ、今日は本当に最高。おお、わあ、うわっしゃい。ここ？ここだ。さっき入ったのここだ。何ビールって書いてないね。タピオカミルクティーがな。あんまないね。台湾料理専門店シャノバ。銀座だね。